8月10日金曜日、水の森人マップを作ろう4日目は、大阪湾に隣接する大阪府立青少年海洋センターからスタートです。ここ三崎町は和歌山市と隣接し、大阪府最南端に位置します。滋賀県から遠く離れたセンターの水道水にも、琵琶湖から流れ出た淀川の水が使われています。まさに琵琶湖と海がつながっているのです。海には楽しいことがたくさんありますが、危険もたくさん潜んでいます。子どもたちは大阪府立青少年海洋センターの今村さんから海の安全対策について学びました。みんなで、ね、この安全を守って楽しい活動に、ね、していきたいと思いますので、よろしくお願いします。安全対策を学んだ後は、手作りイカダで海を体験します。大きなタイヤと板を組み合わせて紐で結んで固定します。いよいよ海に出発。はい、出発。海ですることといえば、お待ちかね、水かけ合戦です。オールを使っての水かけに子どもたちは大はしゃぎ。そしてレース。みんなで息を合わせて一生懸命にオールをこぎました。なんか最初は怖かったけど、どんどん楽しくなってきた。海はあんま来ないんですけど、改めてこうやって見て海の良さとかがよく分かりました。水の森人マップを作ろう。最後は壁新聞作りに取り掛かります。上流から流れてきたものが下流で別の生き物に使われるって、そういう形でね、川から海までつながってるんだよね。4つの班に分かれて4日間で訪れた奥琵琶湖山門水源の森、三和旅行、国島干潟、大阪湾について各班が1箇所ずつまとめます。わからないことや疑問に思ったことは、琵琶湖博物館の大塚学芸員に教えてもらいます。お尻から出す汁、体の中に光るバクテリアを飼っていて、それが光る。きれいに色を分け、写真を貼り、壁新聞の完成です。一般は奥琵琶湖森で生まれた水が琵琶湖から淀川を得て海に注ぎます。水の道を巡る体験ツアーは、ついに旅の終着点の海に到着しました。参加した子どもたちは水の道を巡りながら、各地で水を守る森人さんたちの活動を学びました。4日間の活動を通して、海の大切さや自分たちにできることは何か、未来についてたくさんのことを考えるきっかけになったことでしょう。コロナの一つでもかけていたら、なんか人間とかももうみんな暮らせへんくなるかもしれへんと思いました。他の県にも琵琶湖の水が流れていることを知って驚きました。海と日本プロジェクト in 滋賀県は、日本財団が推進する海と日本プロジェクトの取り組みの一環として行っています。